どうも、d サウンドです。今回はこちら、スマホ脳を解説していきたいと思います。こちらは教育大国と呼ばれるスウェーデンの精神科医、アンデシュハンセンという方が書かれ話題になった本です。スマホ、今やほとんどの人が持っています。この1台があれば大抵のことはできてしまう。それに、電車に乗ればほとんどの人がスマホを見ている状態。これほど人々が夢中になる機会は私は他に思いつきません。けれど、その一方で、その便利さやついつい見てしまう手軽さにちょっ ちょっとした危険さが潜んでいるんじゃないかと警戒している人も少なくないと思います SNS が人々に与えた影響を食いていると Facebook の元副社長チャマス・茶松パリハピティアは言ったそうですまた同じく Facebook の初代 CEO を務めたショーン・パーカーも同社が人間の脆弱性を利用したと明言しましたその他にもあのスティーブ・ジョブズもうちでは子供たちがデジタル機器を使う時間を制限していると言いビル・ゲイツは子供が14歳になるま スマホは持たせなかったとしています初めからマイナスなことをお伝えしてしまいましたが私たちの生活にスマホはなくてはならないものでありこれを否定することは難しいですうまく使えば便利で最強のツールけれど下手をすれば悪影響を及ぼす最悪のツールになりかねないと思いますこの本はどうしてスマホに私たちはハマってしまうのか依存してしまうのかそしてそのことでどのような影響が出てしまうのかそのことが書いてあり ますそれでは早速行きましょう。スマホのはい。それでは突然質問になりますが、皆さん自分のスマホがある位置を常に把握していますか把握しているという人が多いと思います。もしなくしたりするとものすごく不安を感じ落ち着かないのではないでしょうかもちろん私も慌てふためいてしまいます。それほどスマホは私たちの体の一部になっています。常に持ち歩き、逐一見てしまう存在。もうお分かりの人がほとんどだと思いますが、スマホはその のようにできています。初めにもご紹介しましたが、初代 Facebook CEO のショーンパーカーはこう言いました。できるだけ長い時間その人の注目を引いておくにはどうすればいいか。人間の心理の弱いところをつけばいいんだ。ちょっとばかりドーパミンを注射してあげるんだよ、と。物を作る人間であれば、売れる商品を作るために試行錯誤するのは当然のことかもしれません。しかしその試行錯誤の結果、私たちはスマホなしの生活ができなくなってしまいました。それを Facebook だけにとどまらず、ネット、メール、LINE、YouTube、Twitter、Instagram、ゲーム、ありとあらゆるアプリが私たちの気を引いてきます。私たちは平均して10分に一度スマホを手に取っているそうです。そして3人に1人が夜中に少なくとも1回はスマホをチェックしている。そしてここでなぜこれほどまでにスマホを触るのか、見てしまうのかになっていくんですが、それはドーパミンが大きく関わっているとしています。ドーパミンはよく報酬 物質だと呼ばれていますが実はそれだけではなく何に集中するかを選択させることつまり人間の原動力とも言えるんです例えばお腹が空いているときにテーブルに食べ物が出てきたらそれを見ているだけでドーパミンが出るつまり増えているのは食べている最中ではなくその食べ物を食べさせるという選択をさせるために多くのドーパミンが放出されますそして私たちにこうささやきますさあこれに集中しろとドーパミン やは満足感を与えてくれることとそのための行動を促す物質と捉えた方がいいですそしてスマホはこのドーパミンを断ることに放出しますそれがついついスマホに手を伸ばしてしまう理由ですメールや LINE などの通知や自分の Twitter やインスタ f a c e b o o k の投稿にいいねやハートがついているか気になってつい見てしまうのはこのドーパミンが関係しているんですもちろんいいねやハートが気になるだけではないですその 人間は新しいいい知知識や情報をりりたいという欲求もありますネットを見ていると、ちょっとのつもりが気がつくと結構な時間が経っていたなんて経験ありますよね。スマホやパソコンのページをめくるたびに、脳が次が知りたい、今度はこれが知りたいとドーパミンを放出しているそうなんです。これがちょっとのつもりがついついにつながっているとしています。そして私たちの脳は、かもしれないも大好きです。ドーパミンなど報酬システムが激しく作動するのはお 食べ物承認新ししいいい経験のいずれれかではなくそれらに対すする期待だとしています何かが起きるかもという期待が報酬中枢を借り立てます。1930年代にネズミを使ったこんな実験がありました。レバーを押したら餌が出てくるようにする実験で、ネズミたちは時々しか餌が出てこないようにした方がレバーを押す回数が多かった。一番熱心にレバーを押したのは餌が出てくる確率が3割から 7割の時だったとしています猿でも同じような実験をしましたある音が聞こえたらジュースが少し出てくるようになっていてこの時の猿のドーパミンの量は音が聞こえた時点で増加しジュースを飲んでいる時よりもずっと多かったそうですそして2回に1回しか出ないようにするとさらにドーパミンの量が増加しました違うもので人間にも実験したそうですが人間も同じ結果になったそうですこの実験からもわかる通り私たちは何々 かもしれないという不確かな未来を期待することが大好きなようです。ギャンブルなんかのかもしれないはわかりやすく、次は当たるかもしれない、そろそろ来るだろうと不確かな未来を期待して私たちは大好きなドーパミンを出す。ハマってしまう理由はこういったことなのだと思います。ではこれでスマホに戻ると、Twitter や Instagram などの SNS のいいねやハートがついているかもと気になってしまったり、メールや LINE の通知音は大事な情報かも。 と何かを期待してついついスマホに手が伸びてしまう。そしてその度にドーパミンが放出される。これでは一日に何回も見てしまうのは納得してしまいますよね。そしてこんな話があります。また Facebook の話になりますが、この Facebook のいいねの機能を作ったジャスティン・ローゼンスタインという三十代の男性は、自分の Facebook の利用時間を制限することを決め、依存性がヘロインに匹敵すると言って、画像を投稿するスナップチャットをす やっぱりやめたそうですここまですると思ってしまいますが作った人間がそこまでしてしまうのはよほど私たちの心を奪ってしまうものだと感じてしまいますそして次は集中力に関してなんですがスマホは新しい情報がたくさんありとても魅力的だと思いますですがそれと同時に集中力も削がれていきます例えば会社で文章を作成していたとしますそんな時にメールかラインの通知音が聞こえるそこでスマホを手に取りたい衝動 に駆られる何か大事なことかもしれないそしてスマホを手に取り確認するそしてそのついでにフェイスブックに投稿した写真に「いいね」がついていないか素早くチェックするすると興味のある記事がシェアされてその記事に「少しだけ」と読み始めるそして今度はまたしても興味のあるリンクが目に入るここでも「少しだけ」とリンクをクリックしてしまうすると友達が Instagram に新しい投稿をしたと通知が来る チェックする。といった具合に、次から次へと新しい情報が飛び込んでくる。初めの文章を作るという目的が遥か彼方です。さすがに仕事となれば、ある程度で切り上げると思いますが、それでも最初の目的に対する集中力は完全に途切れてしまっています。そしてここで、マルチタスクという言葉を聞いたことがあるでしょうか。同時に複数のことをやるということ。現代のデジタルライフでは、私たちは複数のことを同時にしがちです。そこである実験を 勉強をするときに複数のことを同時にするマルチタスク派と一時に一つのことに取り組む派ではどちらが集中力があるか測定しました条件としてマルチタスク派は勉強しながらネットサーフィンをしても構わないとして一つのことに取り組む派はそのまま測定しました結果同時に複数のことをやるマルチタスク派の方が集中が苦手だという結果が出ましたどのようなネットの使い方をしたかは詳しく書かれています がそののの後長いアルルファベットの列を暗記する実験でもマルチタスク派の方が残念な結果に終わってしまいまいししたしかし、私はそんなことはない。同時にいくつもやった方が効率がいいし、早い。という反対意見が出てくると思います。それに関しても、本書ではこう書かれています。脳には膨大な数の手順を同時処理するという信じられないすごい能力があるが、知能の処理能力には著しく限定された領域がある。それは集中だ。 私たちは一つのことしか集中できない複数の作業を同時にこなしていると思っていても実際にやっていることは作業の間を行ったり来たりしているだけなのだしかし脳には切り替え時間が必要で切り替えの時間がどれくらいか確定することはできないが実験で再び元の作業に100%集中できるまでには何分も時間がかかったと書かれていますせっかく一つのことに集中して何か作業をやっているときに手元にあるスマホが何かを通 通知し手が伸びつい見てしまうそしていかんいかんと仕切り直すのにも結構時間かかりますよね非常に時間がもったいないと感じてしまいますじゃあ通知が来たかわからないようにサイレントモードにして気にしないようにしていれば大丈夫だろうと考える人もいると思いますそれに関しても実験を行っています大学生500人の記憶力と集中力を調査する実験でスマホを手の届くところに置いた状態と教室の外に置いた状態の学生ではどちら 良良いい結結果果にになっったたたかかそれは教室の外に置く方ががが成績が良かったという結果が出ました実験を受けた学生自身はそれほど影響を受けていないと思っている様子でしたが結果は事実が物語りましたその他にも複数の実験を行いましたが結果は同じく外にスマホを置いておく方がが成績が良かったです脳が無意識レベルでスマホを無視することに知能の処理能力を使ってしまうその結果本来の集中力が発揮できなくなるとしています はい、ここまでスマホがいかに私たちの気を引き、集中を途切らせる存在かをご説明しました。でもスマホを使って世界を広げ、活躍している人だってたくさんいるじゃん、と心のどこかで感じている人もいると思いますし、私もそう思います。ただ、それはパソコンやスマートフォンをうまく使いこなしている人に限られるんじゃないでしょうか。そして使いこなしているかどうかは自分自身がよくわかっているのではないかと思います。ついつい手に取ってしまい、だらだらと見てしまう。または きき数十分おきにスマホをチェックする私もよくやってしまいますが、それ今する必要あると問いかけられると、ほぼないに該当してしまいます。そしてスマホは私たちの健康にも大きく関わってきます。健康のために時々はスマホを遠ざけた方がいいだろうとぼんやりながら思っている人はたくさんいると思います。そして実際その通りで、20 4000代ののの若者およそそ人ににスマホの利用習慣をを聞き取りその後1年間にわたって観察を続 た研究がありますその結果熱心にスマホを使う人ほどストレスの問題を抱えている率が高くうつ状態にあるケースが多かったそしてアメリカの精神医学会が約3500人に対して行ったインタビューでもスマホを頻繁に取り出している人ほどストレスを抱えていたと記されましたそして今度は睡眠との関係です夜寝る前によくスマホを見てしまうといった人も多いんじゃないでしょうかそそしてそのせいで寝つきが悪かったり次の日に ににななっっててても疲れれが取れなかかたりととその原因についいいご説明していこうと思います。ブルーライトという光がスマホから出ているのはご存知だと思いますが、このブルーライトはメラトニンを抑える特殊な効果があります。メラトニンは消化体という分泌器で合成されます。このメラトニンの分泌量は日中は少なく、夕方になると増え、夜には最短になります。光を浴びすぎるとメラトニン分泌にブレーキがかかり、体が昼だと勘違い すする人間の目ににはブルーライトにだけ強く反応する細胞が存在しますここでちょっと時間を大幅に過去に遡ると大昔私たちの祖先はブルーライトを晴れ渡った空から受け取っていましたそしてこの細胞がメラトニンを作るのをやめろさあ起きろ油断せず警戒を怠るな活動しろと活発に行動するために指令を出しますそれは現代でも同じことが言えますよね私たちの体はそのようにできています昼間と勘違いさせる ブルーーライトとドーパミンを放出させるなな刺激的なアプリ今までのことを知ると夜寝る前にスマホを見過ぎてしまい眠れなかったり起きた時にスッキリせずずっとだるくなってしまうのは当たり前のことなのかもしれませんねそして次は SNS について基本的には様々な情報を取り入れ知りたいことを知れて他者とコミュニケーションが取れる良いツールだと思いますこれは個人的に知ったことですが今回のコロナウイルスで危機的状況 のの旅館がその惨状をツイートしたことにより多くのの方がその旅館を訪れたということもあったり自分の創作物を発信して世間に認知され人気が出たりと SNS は時に便利なツールだと思いますだからこそその逆のことも知って有効に使うべきなのではないかと思っていますついつい見てしまうメカニズムはご説明したと思うのですがそれと本書では私たちは自分の周囲のことを知っておきたいそして自分のことを話 話したいいいとと思っててると書かれていますそれも実験で明らかにされており例えば自分のことを話しているとき脳の反応は即座角と呼ばれる報酬系の部分が活発に活動するそうですそこを上手についてきたのが Twitter やインスタ f a c e b o o k などの SNS じゃないでしょうかそしてそこに落とし穴が潜んでいますそれを本書ではデジタルな嫉妬と呼んでいます自分のことを発信して即座角が活発に活動しいいねやハートがつくのが が気になりドーパミンが放出されるのはお話ししましたが自分の周囲のことを知っておきたいつまり周囲の気になる人間のことをチェックする行為これももちろんドーパミンが出ますしかしそれは度が過ぎなければいいと思うのですがついつい見てしまいその素敵な文章や写真が羨ましくなる時があるけれどインスタなど投稿されている写真なんかは基本的には修正されとてもおしゃれでより完璧な写真を載せてあるものが多いそのせいで良い人生 とはこういうものだという錯覚を起こしそんなおしゃれな生活を送っていない自分は最下層の人間だと感じてしまうこういったことも実験がされたそうで大学の研究者が5000人を超える人々の心の健康を2年にわたって調査しある期間に sns に費やした時間が長かった人ほどその後の数ヶ月間人生に対する満足度が下がったとされていますはいすべての人にそれが当てはまるとは思いませんが sns は 繋がろうと思えば世界中の人と繋がれてしまいますそれだけ比較対象が増えれば気に病んでしまう時があるのも無理はないのかもしれませんおしゃれでかっこいい写真ほど何度も撮り直しを行っているものですそんないわゆる奇跡の一枚とも言える非現実的なものに自分の現実を当てはめてしまうのはちょっと違うのかなと私は思ってしまいますそして最後に脳はスマホに適応できるかについてですまず初めにお伝えしなければいけないの のがが研究には時間がかかるとされています簡潔に言うと近年のデジタルの進歩に研究が追いついていないのが現状だそうですあることを研究しようとしたら45年はかかってしまうなので2021年で起こったことの影響を知るときは2025年から6年くらいまでの期間が必要とされていますししかもデジタルの技術は毎年毎年画期的な進歩を遂げていますなので今ご説明した以上にもっとお 恐ろしい影響が人間にこの先起こるかもしれません。しかし、よく考えれば、それはいつの時代も一緒ですよね。新しいものが登場すれば、必ず危惧される問題が出てくる。スマホに限らず、テレビが登場すれば、目が悪くなるからテレビばっかり見るな、とか、ファミコンが登場すれば、バカになるからファミコンばっかりするな、とか、時代を遡れば、まだまだたくさんあると思います。その度に私たちは、それとうまいこと付き合い、順応してきたかのように思いますが、今回はどうでしょうか スマホ自体を作り今や誰もが使っているアプリを作った人はそれを作ったことを後悔しまたは使用の制限を自分からかけていますそれほど今回のデジタルの進化は大きいものだと思いますだからこそ下手に飲み込まないように使いすぎな人は制限をかけ気にしてしまうアプリはアンインストールし上手に付き合っていくなので脳がスマホに適応していくのではなくスマホの方を脳に適応させるように近づける方がいい いいのかもしれません最後になりますがスマホとうまく付き合わないと体に不調をきたし集中力がそがれることは実証されていますこれをどう受け取るかは私たち個人個人になっていくんだと思いますはいいかがだったでしょうか本書ではもっと詳しくスマホと脳について解説しています人間がどのように歴史を作ってきたか から始まり、不安やストレス、鬱などの感情の部分にも触れ、そこからなぜスマホに依存してしまうのかに深く入っていきます。今回はそこを割愛してきましたが、そこを読むとより一層理解度が深まると思います。ちなみに当たり前ですが、運動はやはり集中力や健康にはいいそうです。それもほんの少しでもいいそうです。ぜひ読んでみてください。ではこの辺で解説を終えようと思います。ご視聴ありがとうございました。